状態が安全だとは言っても30年間にわたってその総量を流した結果どうなるかについての何らの科学的な検証はなされていないんですよね。でここで流すというのは私はね非科学の極みだと思って、これは魚が売れなくなることはこれは間違いないことだと思いますよ。だから絶対私はね反対なんですね。やってほしくないですよ。